ニンヒドリン反応の実験をやってみましょう。薬さじの上にグリシンが取ってあります。グリシンはアミノ酸ですね。でこれを試験管に入れまして、水で溶かします。でこのグリシンの溶液に、ニンヒドリン溶液を加えます。でこのままでは、反応が進まないので、お湯につけて、温めてみましょう。だんだん色が出てきましたね。赤紫の非常に綺麗な色ですね。少し薄めてみましょうか。これがニンヒドリン反応ですね。アミノ酸によるニンヒドリン反応です。